ドゥーさん、ドゥーさん、ドゥーさん。いいじゃないですか、これ。今回の結果報告一番良かったんじゃないですか、これ。これ、こういうのでしょう。いや、こういうのしていきましょう。こういうの。ね、あの、手紙、写真。手紙手紙,手紙あ、写真ねみたいなね。いや、最初僕手紙考えたんですけど、もう字下手なんで、で字得意じゃないじゃないですか。なんで、こういう動画にしましたけど、でも最初考えたんですよね。 手紙っていうでもね、手紙送ったこともあるんですよね。これが直近で言うならば、今年か去年だったかな、メルカリで、メルカリで僕初めて、あの、カメラのレンズ売ったんですけど、そのレンズ売った箱の中に、手紙を添えて、まあ、ありがとうございますみたいな。で、そのおまけをつけてね、これよかったら使ってくださいっていう手紙を添えて、粗品を添えてやったら、まあ、評価はもマックス5ですね。ありがとうございますみたいな。粗品というか、プレゼントも受け取りましたみたいなね。 で、評価5でしたね。うん。いい取引できました、みたいな。まあ、評価0ですよ、僕。評価0で、取引数0で売ったんですけど。だからまあ、結局、人間対人間ですから、だからその、数が少ない場合の戦略って、ここしかないと僕は思ってます。数が少ない場合は。 数が大きくても多くても、その、ある程度のファンの意見を汲み取って、こうやっていくってことは大事なんですけど、でも、数が少なかったら、本当にワンツーができるじゃないですか。これが100万人になったら、ワンツーは絶対無理なんですよ。まあ、絶対、絶対無理ですね、ワンツーは。100万本の動画撮れって言っても無理じゃないですか。まあ、やろうと思えばで、やれる人はやれるのかもしれないですけど、僕は100万本はちょっと難しいですね。一人一人で。どれぐらいかかるのかな、みたいな。だから僕、マックス値が100人ちょっとかなと思うんですよ。 だ 70, 70人のワンツー動画撮ったことあるんですけど、14時間ぐらいかかったんですね。もう死にましたね。てかも一人一人の,その悩みを聞いてこう回答していく感じの70本撮りましたけど、死にましたね。13時間ぐらいかかって、まあ、アップロードもして、で、まあね、その一つ一つ URL 送っていかないといけないんで、全部含めると本当に13時間ぐらいかかって死にましたね。声カスカスで。うん。だからまあ、マックス100本かなと。 うんだからなんだろうなあ。数が少ないとこれができるんですよ。だ逆に言うとね。逆に言うと数が少ないとこれができるんですよ。でも数が多い,多いとできないんですよね。だからあー、こういうことなんです。こういうことをやっていきましょうって話ですね。だから要は今、さらに言うと情報発信する人って増えてるじゃないですか。僕は15年前に比べると、まあ、YouTube に関してもね。 まあ圧倒的に YouTube が出たて、Google が YouTube を買収して YouTube 始まりましたみたいな時からすらグると圧倒的に発信者は増えてるわけじゃないですかでその中で選ばれていかないといけないこの人っていうこの人から買いたいっていうのをしていかないといけないので差別化していかないといけないですよねただ多くの人ってうんこれやってないじゃないですか うん、やってないですよ本当にだから僕もアマゾンとかあヤ,フショヤフーショッピングとか楽天で買ったりするんですけどいっぱいそのいろんな会社からネット通販するんですけど毎回僕見るんですよあここの会社はそのまま商品送ってくるだけだなとかここの会社はてなんか手紙風の手紙手紙風の手紙ですねまあ多分印刷してるんですけど手書き風の やつを印刷してるのかわかんないですけど、それを添えて、あとはそのチラシ、アップセルもしっかり入れて、こう、ありがとうございますとかね、あとレビューしてくれたらこんなプレゼントもしますとか、ちゃんと入ってるショップさんもあるんですよ。だから、ただ商品を送るだけでもその違いがあるんですよね。ただ物ものものを送ってくる。うーん、でもこっちは手紙があって、アップセルもあって、チラシもあって、みたいなね。だから本当に、その、じゃじゃあ、この A と B で、 両方の、まあ、同じものを買うっていうのは多分ネット通販でないと思いますけど、じゃあ A 社と B 社で、じゃあこっち何もただあー、うん、商品だけ入ってるじゃあこっちはなんかその手紙とか入ってたりとか、なんかは、なんかその大事にやってくれてるみたいなのあったら、じゃあ次どっちから買いますかって話で、多分同じもので同じ価格だったら絶対こっち選ぶと思うんですよ。まあ絶対ではないけど、僕だったら多分こっち選びます。 あ、なんか、ちゃんとやってるんだな、みたいな。で、こっち何もたん商品だけみたいな。で、さらに言うと、その商品が雑に梱包されてる。ね。雑に梱包されてる。こっち、きれいに、綺麗に梱包されてるし、手紙も入ってる。え、どっち選びますかじゃこっちですよね、多分。でも、それ、その違いなんですよ。結局。だから、その、なんか、神は細部に宿るみたいな言葉もあるんですけど、ちっちゃいことなんですよね。あとは僕が、 まあこのこれ系で言うならばあの昔そのまあ、今あんまテレビで見てないですしテレビそんなやってないと思うんですけど貞方社長貞方社長っていう人が昔そのヘリコプターでなんかこの金持ちみたいなね成功者みたいなね貞方社長のやつ見ててでこれがなんか貞方社長の研修ですよねで研修で従業員に対してこんなこと言ってたんですけどあのお辞儀の話をしててあの いいかお前らと。いいかお前らと。またお客さんが来るか来ないかは、バックミラー越しの1秒だと。バック、バック越しのミラーの1秒に命かけろみたいな話をしてたんですよ。しびれましたね。バック越しの1秒に命をかけろみたいな <laughs>。どういうことかっていうと、まあ、ホテルとかで、まあ、お客さんが車でこう、行く荷物をやって、ありがとうございましたみたいに帰るじゃないですか。で、その時に、お辞儀をね、こうずっとふかふかして、 でお客さんの,その車が、車がそのもう見えなくなるまでお辞儀しろと、みたいな話をしてて、その時に、じゃあお客さんがどういう風にするかっていうと、あのこう運転してあよかったねって、バックミラー見たら、バック、そのバックミラー見た時に、まだお辞儀してるっていうね、また行ってみようと、ここなんだ、みたいなこと言ってて、あ、やっぱすげえな、みたいな。まあ、ほにでもちっちゃいことじゃないですか。でもそのバック越し、バック越しのミラー1秒っていうのはね、これでちょっといいなと思ったんですけどね。 バック腰の1秒にす、なんだったあの、まあそういう、バック腰の1秒に、あの、来るか来ないか決まるんだ、みたいなね。名言だなと思って。だからそれはか儲かるよねっていう、だからそれを教えてるわけで、それを徹底してやったら、それはリピートするじゃないですか、やっぱそこに。ね。うん。な感じですね。やっぱすごいなっていう、そのバック腰の1秒っていうのはね、僕は深く心に、 刻まりましたけどねバック越しのまあ僕はあのだからその飲食店とかホテル経営とかしないですけどね、うん、だからそっから学ぶべきところはあるわけじゃないですかうんじゃあネットで何できるのかっていう話で、まあ、こういう手書きのあ写真を送ってるとか,とかすごいいいんじゃないですか、うん、味があってめちゃくちゃいいと思います なこういう、これを積み重ねていくことによって、固定のファンができますし、僕、これしかやってないですから、ワンツー動画、こういうのしかやってないんで、他にもいっぱいいろんなやってますけど、ただ、ベースはこれでずっとですもん。なんか、昔その、あの、鹿児島行く時だったかな、わかんないですけど、なんか、吉田さんもう情報商材なんか売れないですよ、みたいな、言われましたけど、僕、いまだにずっと売ってますから <laughs>。 いまだにずっと売り続けてるんで、じゃあなんで売り続けてるのかっていうと、買い続けてくれる人がいるからですね、ありがたいことに。で、なんでかっていうと、こういうことをただやってるだけであって、難しいかって言われると、ただね、一人の意見を聞いてアンサーしていくっていう、ただもう本当にシンプルなことをやっている。でも多くの人はこの、これやんないんで、なんからラッキーなんですよ。だからいろいろ勉強してきましたけど、 本当シンプルでいいなと思いますけどね。だから月収100万って、まあ、あ20万の商品を5人に売ったら100万ですから。単純に <laughs>。それでいいんですよ。20万の商品5人に売る。だからドリアカでバックエンドを売りましょうって、最終的に売りましょうとかなんかいろいろ言ってますけど、バックエンド20万作って、5人に売ったらもう100万なんで、じゃこれをどういうふうに売っていくのかっていう、ただそれだけですから。うん。別に30万を3本ちょっとでもいいですけど。 うん、それだけで100はいくので。でも、その濃くしてたら、それ,売,れやすく売りやすいですよね。濃く、お客さんと濃くやっとけば。うん。これはめちゃくちゃいいですね。これはもうどんどんやってください。こういうの。こういうのめっちゃ大事ですね。どうやったら喜ぶのかなとか、どうやったらあの濃くできるかなとか。うん。ちょっとしたことでいいんですよ。そんな難しい、なんか難しいマーケティングとかいらないですよ。だって人と人なんで。 人をマーケティングでこねくり回せるかっていうと、こねくり回せないですよ、本質的な部分は。もちろんそのコピーとかいろんなやつメッセージで、そのフックはできますけど、フックはできるけども、最終的な決断に関しては、うん、こういうとこかなと僕は思いますけどね。仮にですよ、仮にマーケティングコピーとかで売るじゃないですか。だけど、うん、まがいものを売ったりしたら、 リピートしてて絶対買わないですよね。リピートはないんですよ。リピートは。僕もリピート50%以上なんで、だから飯食えるっていうのもあるんですけど、うん。確かにネット上では、そのマーケティングだけって、マーケティングとかも詐欺っぽいもありますけど、詐欺みたいなのあるんですけど、それで売ってる人もいますよ。じゃあリピートされますかって話で、じゃあリピートされないビジネスはビジネスじゃないですよね。 まあビジネスじゃないっていうか、新規で取りまくって、ずっと常に新規取りまくってれば別かもしれないですけど、いや、でも続かなくないですか。買って去る、買って去る、買って去る、買って去る。だから、新規のお客さんが来ても、新あの顧客にならないじゃないですか、それって。うん、そのビジネスはもうビジネスじゃないのかなって、いかに固定ファンをつけるのか、リピートしてもらうのかっていうのが、僕はビジネスかなと思うんですよね。 うん、だからその AKB さんの手法とかも結局その固定ファンをつけてその固定ファンに何度も買ってもらうで客単上げていくっていうことをやったのでそのなんかビジネスとしてはもう爆発的にうまくいきましたよねあの手法っていうのも、うん。だから今まではただいい曲を作ってね売るいい曲を作っていい曲を出す、まあ、そういう概念だったんですけどあの CD が売れなくなっても CD 爆発的に売ってったでロングで売ってる。 じゃあそこにはどういうい仕組みがあるのかっていうだから AKB 劇場っていうのもあれじゃん。もうそもそも AKB ってその会えるファンなわけですよ AKB 劇場に行くと AKB の人とはもう間近で会えるみたいなだから結局そっからスタートしてるんですよね「桃色クローバー Z」もその全国回ってねファンにこう握手してファン作ってみたいなだからそこなんですよね AKB もだから昔はそのアイドルとそんなんできないじゃないですか 身近なアイドルみたいな。AKB 劇場。まあ、ドン・キョートの上にありますけどね。うーん。だから今は本当にこういう時代なんじゃないかなと僕は思いますよね。やっぱ数が増えたんで、発信者が増えたんで、いかにその濃くしていくかっていう、人数が多くなったとしても、できるだけ濃くしていくっていうところが本当に大事になってくると思います。誰なのかっていう。だそう、誰で選ばれるのかっていうところですよね。 多分手紙の手書きのこの写真を送ってくれた人って多分ドゥさんしかいないんじゃないですか僕も送れないですもん手書きは多分多分いろんなメールマガ登録しますいろんなラインアップ登録します手書きの写真がね送られてくる多分ドゥさんだけなんじゃないですか <laughs>、ね、<laughs> これはめちゃくちゃいいんでどんどんこういうのをほんとやっていってほしいですねうん頑張ってくださいでは